後半やってまいりました。後半10番240ヤードパー4です。まあ、240とは言ってもだいぶ打ち上げなんで、いつもはラン入れて240とかだから多分行かないんだ。まあ、ドライバーで行きます。見てもらってたり、多分どこを下ろしても多分落としても左足上がりになりますので、ただ近くまで行っちゃうとあれなんで、ちょっと前の組がね終わったら行こうかななんて。寒くなってた。食べ過ぎた。アジフライ食べた。そう、なんかこの辺の人がね、そこら辺はお魚が美味しいよって事前情報いただいてたんで、いつもはトンテキとかね、ちょっとお肉食べるんだけど、今日はちょっとお魚にしてみた。すごい大きかったね。大きかったですよね、こんな。大きかった。うん、なんかお腹いっぱいになっちゃう。じゃあ後半もお願いします。よし、やっぱ止まったでしょ絶対傾斜に。でも止まってくれてるならまだいいや。そうだね。ね、あそこから落ちちゃったら落ちるけど、止まってればもう。止まってればまだ。よし、行くね。寒い。20ちょい。しかもフォロー、いやエッチぐらいに落としたい。はい、でちょっと傾斜なりにヘッドをこう抜いてボールが上がるようにしたい。なんでこう傾斜なりにこう振っていく、こう上からドーンじゃなくて、傾斜なりにこう振っていくと自然とボール上がるから、なんかグリーン面が見えないのが難点。どうかな。うわ、寄ってるでー。へいへい、計算通り。はい、傾斜なりに立つときってどうなるんですか。傾斜な、ちょっと右の方が多くなります。傾斜なりにこう、傾斜なりに構えるんで、地軸に対してじゃないから。で、打ったときってどうなるんですか。打ったときもその体重のあれ変わんないです。じゃあちょっとこう本当に煽るというか。あ、そうそう、下がバッて。あ、そうそう、大丈夫です。これは入りそうだわ。今日調子悪いけど、これは入りそう。安心できてる。すごい。笑ってるよ。ちょっとかかった。ああ、やばいよ。でもよかった、よかった。いやー、ほんと。そういう時もあるってことだよ。いや、でもすごい。みんなと一緒。3回です。ああ、よかったよかった。みんなと同じ人間だもの。あのさ、はい、ドラコンの評価がさ、パターの試合もやってるの知ってる。パッティングプロってやつですか。はいはい、あれ行ってくればいいじゃん。じゃあ今度それ挑戦するってやつで一応挑戦してます。みんなどれぐらいだと思う。今日のやつ見てたら絶対こいつダメじゃんと思われるもんね。応援しに来てくれるかな、みんな。出てみよう、じゃあそれ。うん、みんなで応援団入れて頼むって。挑戦してみた方がいいと思う人はコメントください。なかったらやめろってみようかな。次。ちょっと先が分かんないんですけど、よいしょ、ちょっと分かんないな。まあでも多分あのポール、ゼブラポール、ぐらいの方向なのかな多分。うん、で190ヤード以下で打ってって書いてあるんで、5番でクリークで、うん、あのポールぐらいかなの方に狙っていきます。あー、ちょっとゼブラよりも左かな。全然見えない。行ってみましょう。
なんかここはセカンドでなんかいいものが見れるって話だったんで、よいしょ、おお、わお、すごい、なんかすごいよ。おお、初島じゃん、またん？景色すごいいいんだけどさ、あ、そこね、あ、やば、もう聞こえた、全部ボビーやん、怖っ。うわすごい綺麗だよ、でも景色はあの右側に大きい、あ、はい、でその手前左側が初島です、ちっちゃいの。これ難しくない、この打ち下ろしって。いや、打ち下ろし超むずいですよ、だってわかんないもん、多分これピン見えないし。どうやって頑張る、距離って。え、大体はこう、まあ、レーザー持ってる、GPS 持ってる人、持ってる人はあれだし、レーザーだったらこっからと、こことそうかサイズやって、で、まあ、カートが127とか、私のところ130ぐらいなんですよ。ただ打ち下ろしが入ってないんで、120ヤードぐらいのこの多分木よりも左、この木の左端ぐらいで多分ちょうどピンの方向なのかなという感じですね。上げてるんで本当は130打ちたいとこだけど、ちょっと怖いから手前からで行きます。難しい、突っ込めない。だってもう多分 1,2,3 歩下がったらピン見えないもん、ここから、うん、やばいね。かろうじてでもこの大きい木があるからベジシリにはなってない、ね、確かに何も見えなくなっちゃうこれ見えない。あ、今船出てったね、あそこの橋からピーって船が。どこ行くのかな、初島行くのかな、それこそわかんないか、絶対そうだと思うね。え、なんか方向的に多分目の前はそれしかないあそこからいきなりこう左に向かうんだと思うんだよね。なんか釣りしに行くのかなとかいろいろあるじゃないですか。いや、でもこれはかなりショットの精度が求められるな。さあ行きますか、ちょっと、ああ、わからないよね。いや、なんかこの木の左端にと思ったんだけど、左の林との幅が狭すぎて怖くて打てんかった。ったうん、そう。あれこっちでだぞと思って。そう、超怖かった。全然打てんかった。確認かと思ったら、ちゃんとこうなんか。そう、ちょっとこう戻ってきたからよかったけどみたいな感じ。怖すぎたわ。あ、ちょっと小さく見えた。なんか思ったよりこの木がすごい小さく見えた。しゃしゃしゃ。はい、行こう。あ、でも意外と持ってるよ、ちゃんと。で、こっから見るとやっぱあの木小さくない？こうやって見るとほら、こんな距離で。そうだね、登り、あ、割といいとこついたんじゃない、これ。でもこれ左完全アウトだもんな。うん、あ、でもフェンスあるから OB にはならないんだね、あ、一応、はいはい。まあ、それをあそこが熱海なのかな、熱海の町。すごい高さまで来てるんだね。あー、切れなかった。よいしょ、4つです。はいもうちょっとでさっき出発した船が、うん、半分ぐらいまで行った。もうあれでじゃあ通勤してるのかな。
お買い物とかでも、あ、でもお買い物あるって言ってたな。島行ったことある人に聞いてみないとね。はい、12番ホールパー5、560ヤードで見た時にこれ目に入ったんですけども、じゃん、 GDO のゴルフ場ランキングホール難易度上位ランクイン常連の難関ホール12番ロングホールパー5にチャレンジだって。2022年5月から2023年4月の GDO スコアアプリで集計したらしくて、それでここが平均スコア 7.3 だそうです。もうダボ以上ってことですね。なんか聞くとこによると、期間によっては1位になった時もあるみたいです。へえ。だから日本で一番難しいってことか。まあなんとなくこのティーグラウンドパッて立った時に思ったけどね。すごめっちゃ狭いもんあれ、うん、ちょうどうわーって狭くなってるとこが200ちょいちょいぐらい。でも絶対ドライバー持てないしみたいな。カートについてる GPS 見たんですけど、ちょっと細いよねコースレイアウト的に。だからなんかあんま見えないとこまで打ちたくないなっていう感じ。あれ、ちっちゃくないですか？はい、あの言った通り見えないとこには打ちたくない。ちょっとわからん、怖いよ。さあではその難関パー5のティーショットを打っていきますよ。あの右の OB 杭の方向に打っていきたい。左がちょっと浅いんで右目でスプーンでいきます。あーちょっと右行き過ぎた感じ。激狭じゃん。